はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は臨時棋戦速報といたしまして、藤井八冠までいよいよあと9勝と迫ったというニュース、そして山下三段が三段リーグで好調ということで、中学生棋士誕生なるかどうか、またその条件はどうなるのか、その辺をまとめていきたいと思います。ということで早速三段リーグの表から見ていきたいと思います。現在中学3年生の山下三段が6位という好ポジションにつけました。現在7勝3敗ですね。ちなみに上位に5名おりますので、山下三段はここから4人抜いて上位2名に入る必要があります。非常に険しい道のりではありますが、十分残り8戦逆転のチャンスがあります。もし山下三段が四段昇段となりますと、史上6人目の中学生棋士誕生となります。ちなみに過去の中学生棋士たちのその後の成績ですが、まず加藤先生はプロ入りが14歳7ヶ月、タイトルは通算8期、そして一般棋戦優勝は23回と素晴らしい活躍をしております。ご覧のように全員が歴史に残る大活躍をしております。谷川先生は14歳8ヶ月でプロ入りとなりまして、タイトルは27期、一般棋戦優勝22回を誇っております。そして羽生九段、プロ入りは15歳2ヶ月、タイトル通算99期、そして一般棋戦優勝45回と、もう桁違いの数字を残されておりまして、そして渡辺九段は15歳11ヶ月、タイトル31期、一般棋戦優勝11回となっております。ちなみに谷川先生は、九段ではなく今、17世名人を就位されました。そして藤井七冠、言わずと知れた大天才、14歳2ヶ月でプロ入りしますと、早くもタイトル15期、そして一般棋戦優勝9回となっております。14歳でプロ入りして、まだ20歳なのにタイトル15期っていうのは本当に凄まじい数字ですね。ということで、全員が歴史に名を残す名棋士となっております。果たして山下三段は、この仲間に加わることができるかどうか注目ですね。またもし中学生棋士となりますと、やはりタイトル濃厚になってくると思いますんで、藤井七冠最大のライバルになるんではないかなと予想しております。果たして誰が藤井七冠をストップするのか注目されておりますが、意外と今現役の棋士ではなく、この山下三段のような、今中学生とか小学生とか、そのぐらいの年齢の方々かもしれません。ということで、山下三段の残りの対戦表を見ていきたいと思います。まず7月17、22は岡本三段、倉谷三段と言っておりまして、この関三段が今、こちらですね、7勝3敗で7位につけております。そして8月19日にあたる斎藤三段は現在4位ですね。そして同じく8月19日にあたります池垣三段も現在7勝3敗と、好位置につけておりますので、ここで直接叩けるかどうかというのも非常に大きな戦いとなってくると思います。ということで、9月9日最終日となりますが、果たして山下三段最終成績、どんな数字でいけるのか注目ですね。ちなみに、藤井聡太三段は10戦終えて7勝3敗、最終成績は13勝5敗で昇段されました。ちょうど今7勝3敗ですので、藤井三段と同じ成績をここまで取れているという状況ですね。ただ、藤井三段の場合は後半戦8勝2敗と伸びましたので、山下三段ももう一伸びが必要という形になっております。果たして中学生棋士誕生なるかどうか大注目ですね。ちなみに、藤井七冠ですが、あと9勝というところまで八冠に迫っております。まず、棋聖戦は現在2勝1敗。第3局は9七桂から8六玉というプロも仰天するような素晴らしい将棋でした。防衛まであと1勝。第4局は7月18日に佐々木大地七段の先手で行われます。佐々木七段が勝って2勝2敗のタイになるのか、それとも藤井七冠が佐々木七段の先手番をブレイクして3勝1敗で防衛するのか注目でございます。そして王位戦は防衛まであと4勝。現在0勝0敗。7月7日と8日に第1局が行われます。ちなみにその他の棋戦ですが、叡王戦は防衛済み、
そして棋王戦は2月に奪取済み、3月ですね、3月に奪取、そして名人戦も奪取済み、さらに竜王戦がギリギリ八冠に絡むかどうかという日程になるんですが、王座戦の5番勝負が竜王戦の7番勝負より早く終わりますので、もし今期中に八冠を達成するということになりますと、竜王戦は考えなくていいと、そういう形になります。最悪王座取ってから竜王失冠するという日程でも、かなり短い期間ではございますが、八冠達成というふうになるわけですね。藤井七冠が2日制の竜王戦で防衛失敗する姿というのは全く想像できませんが、果たしてどうなっていくでしょうか。そして、今のところですね、考えなきゃいけないのが、棋聖戦、そして王位戦、そして王座戦、この3棋戦に絞られました。棋聖戦はあと1勝で防衛、王位戦はあと4勝で防衛、これで合計5勝。そして王座戦は現在、長決に進出いたしましたので、あと1勝で挑戦権獲得となります。これで合わせて6勝ですね。そして永瀬王座に5番勝負で勝たなければいけませんので、その3つを加えて6差3で9勝と、こういった計算になっております。王座戦は例年9月からフルセットになると11月に入ることもあるということで、八冠達成の X デーは2023年10月頃が予想されております。棋聖戦、王位戦を防衛し、そして王座戦で豊島九段に勝って挑戦を決めて、5番勝負で永瀬王座に3つ勝てば、晴れて史上初めての八冠達成となりますが、果たしてどうなるか大注目ですね。X では2023年10月頃の可能性が高そうです。ちなみに、棋聖戦、王位戦、王座戦、このどれか一つでも取り逃してしまいますと、また他のタイトルを全て防衛した上で、さらに来年挑戦が必要になるということで、果てしなく遠い道のりとなってしまいます。いくら藤井七冠の実力でも、そんなにチャンスは来ない、この八冠という偉業、果たして達成なるかどうか注目でございます。ちなみに羽生九段の時は、六冠達成した後、七冠目をかけて谷川王将と戦ったんですが、4勝3敗のフルセットの末、防衛を許し、これでもう七冠独占の夢は終わったかと思われたんですが、その翌年、六冠全てを防衛し、さらに王将に挑戦して、見事に今度は4勝0敗で谷川王将から奪取、七冠を獲得するという、劇的なドラマがありました。藤井八冠はすんなり取るのか、それとも、羽生七冠の時と同じように、一度失敗した後、七冠すべて防衛して八冠目を取ると、そういったことがあるのか、その辺も注目ですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。改めて、山下三段が四段昇段でしたら、史上6人目の中学生棋士誕生、中学生棋士たちは全員歴史に残る大棋士という形になっておりまして、また、藤井七冠はあと9勝で八冠というところまで来ているというニュースをお届けいたしました。それでは、失礼いたします。ありがとうございました。